ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ・アルベス・ダ・クーニャは、ポルトガル系白人として生まれた、アンゴラのジャーナリストであり、作家である。アンゴラのウアンボに、ポルトガル系アンゴラ人として生まれ、現在は、リスボンとルワンダの双方で暮らしている。彼はポルトガル語で著述する。これまでに彼は、短編集や小説、ノベーラ、そして、仲間のジャーナリストのフェルナンド・セメイドや、写真家のエルザローシャと共に、 リスボンのアフリカ系コミュニティの調査報告作品となったリスボア・アフレコナを出版している。彼はまたアンモラの詩人、歴史家であり、1992年にルアンダで不可解な失踪を遂げたリディア・ド・カルモ・フェレーラの電気小説エスタス・オダズ・シュバースを書いている。彼の小説のナス・オクレラはグランデ・プリー・ミリーター・ハーヨを受賞している。この作品は架空のポルトガル人探検家。 カルロス・フラディケ・メンデスと、かつて奴隷でありながらも、アンゴラで最も富裕な人物の一人になった、アナオリンピアでカミーニアの秘められた愛の物語である。ウン・エストロン・エム・ゴアは、著者がゴアを訪れた際に表された。アグア・アル・ザは2007年に、ダニエル・ハーンによって英語に翻訳された彼の作品、カメレオンの書でインデペンデント史外国フィクション賞を受賞した。 彼は1990年に同賞が創設されて以来初のアフリカ人受賞作家となった。ありがとうございます。